おはようございます。ポケモンカード GB2 GR 弾参上パート5、5回目。今回は雷の GR 弾の砦に行くと。あ、ここにメダルをはめるんやね。はいはい。あ、これじゃあメダルなくなったってこと？キャサリン。はいはい。条件付き。雷のエネルギーを使ってくださいっていうことやね、多分。悪いライチ、悪いライチ持ってたかな。タップ、はあはあ、拡張か。今はいいかな。タップなんか俺知ってるかな。悪いライチ、珍しいピカチュウ、俺持ってないか。雷おばさん、はいはい。何やそれ。お話を聞いてくれたお礼にこのカード差し上げますわみたいなのがなかったね。レンナ、条件ピカチュウ。改造して、じゃあピカ、そう、いやーこれピカチュウ入れて、でここから適当に、こうするとどうやろ。いや、こいつと戦うためだけにピカチュウ4体入れる。いやー入れるだけど、まあ雷エネルギーがないんで、もう察しよね。ピカチュウどんどん捨てていこう。ピカチュウか。ピカチュウ版、ポケモンのピカチュウ版でも、ピカチュウめっちゃ可愛いが、まあ、いきなりピカチュウ出てきた。いや、待てよ。ピカチュウ、かじるだけやったら、割と有用かな。あ、間違えた。これ1匹ポケモン出してないよね。あー、ここ強いんかな、レンナって。カラ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 、ピカチュウ、ボニータ、山札はこれ上からなんで、まあもし使っ、ここで消したら順番、デッキの順番が把握できる。あれ基本エネルギー、ああ。そっか、基本無色にわかんないな。カラカラこれ効く？やっぱり、そっかそっか、じゃあじゃあ。失敗したな。え？強くない？弱点。あれこれラッキーもあかんか。あれラッキーいける？ラッキーの弱点はそうやね、あかんね。じゃあもう多分ラッキーは持たへん。ポニータにかけるか。30、60なんで2回やられたら終わりなんで、ポニータ作ろうか。はあ、骨ブーメラン60出たら120円。あーあーって感じ。無色、2無色、2無色、何でもなし。配合エネルギー、正直ポニーターもいつでもこのエネルギーをつけたらいけるんで、ラッキー、スティミタックル使わせるか。なんで雷エネルギーをつけたの、なんで、なんでかな。弱点の補充、もう一回
何でもなし。傷薬配合やったらあと一旦粘れたな。あかん、あかんか、決まらんか。2回裏じゃないとラッキーはやられてしまうんで。いけっかな。お、運がいいな。日頃の行いやろか。あ、来たな。ガラガラ倒してしまおうか、スティンジャック。ラッキーはやられるけど、まあそこはね。サイドカーとか若干このエレブが何してくるかやな。やめて。あ、やられるやん。お、よかった、耐えた。マジか。エビバラ、え、違う、あれ弱点。そっか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 、俺ピカチュウで、はあ、はあ、ピカチュウで何だっけ、俺何攻撃してんの。ガラガラカラカラか。そっか、反対反対になったんか。そう、先生これは弱点ない。逆にこれを勝てるんちゃう、無理かな。あ、マジ、何をする。砂かけ、砂かけか。ここに表出す自信がちょっとないな。これ何でも直しいけんのかな。あ、そうか、あかんか。エレブ3度ポケモン交換おじさん、破卒、投影と炎にを捨てて何出すかやな。人影、突風かな。突風やな、万が一のとき。なんか使えるやろ、きっと。頼む、よっしゃ。これでスペシャルパンチを3度。あ、エレブか、ディフェンダー。あ、じゃあ3度ディフェンダー来たな。決まったな、トップが。いい感じにまさき、大木田博士。大木田博士4枚3枚積みってなかなかいいよね。今のポケモンはトレーナーカードって言ったら1枚しか使えへん、基本らしいんだけどね。ちょっとゲップしゃっくりが。どっちのエネルギーじゃない、エレブ、どっちのエレブか。とりあえず綺麗なエレブに弱点のスペシャルパンチを浴びせてサイドカードを引いてしまうと。トップ4枚入れよう、トップ4枚。今何枚入ってるか分からへんけど。ただ、もう3度何もできひんよね。で、スペシャルパンチを食らわして、一発ダウン。ポケモン交換おじさん。か、ヘビワラ、超エネルギーリムーブを、使って、エネルギーを剥がすと。どっちや、これちょっと。分からへんから、とりあえず。なんでこいつ指輪に炎エネルギー2つ、投影の2つで余る。あ、あかん、相手サイドカード1枚や。
ネルギーリムーブで、エルフ、あ、いや、いや、待てよ、傷です、いや、あれ、これ、エネルギー一ついるか。ポニータにつけて、逃げて、エビワラ。で、傷薬を使って、超エネルギーリムーブを使って、このエネルギーを外して、エレブ、雷、外すと。これ勝ちちゃう？違う、どっちしろサイドカード1枚やから勝ちか。ここまで丁寧にやらんでよかったな。ピカチュウはちょっと入れなくても入れたくな、まあ、まあ雷エネルギー入れて雷のデッキを悪いリザードまたボスのやり方、傷薬配合エネルギー、市川さんの部屋、スティーブが捕まってんのよグランドマスターの。デッキ戻そうか、改造、違う間違えた、ミニコンやね、デッキ記録マシン、あかん、これを作る、はいはい、でこれで出来上がった。ちょっと待って、今回雷の GR 団リーダーキャサリンの情報、キャサリンはエレキパワーバリバリだ、やつとの対戦時雷ポケモンの与えるダメージが10アップ、マジか、これをじゃあ俺雷のデッキでいった方がいいんかな、まあいいか、モンスターボール、モンスターボール、あ、とりあえず2機つけとこうか、5時間やってるやん、GR3 号足の槍、あ、雷エネルギー、スチーブ、スチヘビ、雷デッキを作るんか、じゃあ俺は作れんのかな、ライチュー割とでもありかもしれんな、ちょっと一回試しにマイクロウェーブ、はあ、タイムタブ、地球嵐、自動的に決まる、すごいな、案外案外コイルが活躍するかもしれないかな、スピードボールビリーだな、あー、まあ、はいはいはい、エレブサンダース、このエネルギーを外して、あ、違う違う違う、遠江でもあるな、ここも外しとかなあかんないね、確かこれあったらあったらでいくか、ケンタロスを、ケンタロス、ラッキー、ラッキーを盾、盾に使おう、フォーフル、電光石火、空飛ぶピカチュウ、
これはなかなか。ベロリンガ、あーベロリンガ入れるか。ちょっとこんな感じで、保存。敵記録マシン、まあまあまあ、これで雷デッキ割ってきました。まあこういうデッキかな、こういうレアコイルデッキで、ガシガシと削っていけるか。まあコイルを序盤にベンチにポンポンポンって出してって考えると、もしかしたら逆に他のポケモンはもう全部抜いてコイルレアコイルだけにしてしまった。あーでもそれはちょっと怖いか。トータルでコイル、まあ、4枚しか入れられへんので、まあ最高でもそうか30アップあれ自分にコイルの技は自分以外やったかな。攻撃力が上がるやつ。電気対決、向こうもコイル、向こうもコイル同じような技使ってみるのかな。このコイルと電磁波か。はいはい。というかあれ相手サイドサイドじゃん、控えポケモンいいひんよな。あれこれ終わったんちゃう。終わった、倒したぞ。うん、倒した倒した。あーマジか、ありがたい。ちょっといいカード、レインボーエネルギー、レインボーエネルギーか。あケンタロスは、こっちは俺が欲しかった方のケンタロスや。ケンタロス、ケンタロス、スティーブ、プロモエレブ、これは俺にプロモエレブを入れろと言ってんのかな。はいはい、ポケモン道具でも戦うの。 GR なんてそんな悪いやつらでもないんかな。まあGR 弾はポケモンカードをコレクションに使うじゃなくて戦いに使える。でも、もしかしたらライチュ1枚減らしてケンタロス、ケンタロス、ケンタロスちょっとしかわからへんけど、このこれよ、これ強い。できればまあ、投げを、玉投げをできるようにしたいんで、なしにね、玉投げなしデッキを作っていきたいんで、なしが欲しい。OK。ああ、普通に可愛い。カメレポケモンの、ダメージ10ポイントアップと。ピカチュウ、コイル、あたりで。悪いライチュウ、ディフェンダー、ディフェンダーか。俺もディフェンダー入れといたらよかったな。何が、あそこケンタロスはでも電気ポケモンじゃないんで、まあまあまあ、ポケモンが出てくれるまでは、それでこうケンタロスで。無色、無色にこのエネルギーを入れればよかったな。失敗したな。こんなにどんどんピカチュウ、このピカチュウ何ピカチュウだ、なんか今かぶってな。あっ、でもそんな俺と同じようなことする。エネルギーフィールライチュウ、お互い同じことする。
表、あーがん、次表出たらピカチュウ倒せるな、多分出へんやろな。スパーク、え、ケンタロス30やろ、控え20くらい違うか、大丈夫か、超エネルギーリムーブ使っとくか、一応念のため、念のためね、このピカチュウから剥がすと、もうつけられへんからね、さっきつけたから単一に、でここで表が出たらまあ無駄、あ無駄や、無駄になるんやけど、まあまあ安全を考えてね、そうか、あばカリクル使ったら60入るのかな、違う違うかな、トリカリクルで倒せるんちゃう、グリーンか、悪い丸ない、グリーンのピカチュウ、あエネルギーが足りない、あかん、失敗した、超エネルギーリムーブで外しちゃったよな。まあ次これ見つけで倒せる、あディフェンダーか、ここはあえて倒さんでもいいのかな、50入るの、ディフェンダーで3、あディフェンダーで30引くんやったな、違う丸前につけてるやん、いいや、これダメージ入らへんの、次のターンどうしてくるかやな、あケンタロスの外した、マジか、まあこれはどっちでも、どっちでもいいって時に限ってこうダメージ追加とか状態異常とかなりやすいのね、知らんけど、いい悪いサンダースに仕上げてくるのかな、うーんこれは傷薬やな、エナジーボム、ピカチュウ、ライチュウにしようか、とりあえず怒り狂うはまだ使わんねん、全然いいかな、この EV がどうなるかちょっと気になるか、体当たり可愛いねん、これは勝ちをもらった感じは否めへんけど、まだまだ分からへんな、キャサリンを巻いて、コインの運がないな、普段めっちゃ表バンバン出してきたりするんで、まあちょうどいいじゃない、視界クルーで40ダメージ、あ別にあえて入れる必要ないか、どうせにターンどっちの技使ってもにターンかかるんでね、調子いいな、今回はこっちに運が向いてる、ちょっと可愛かった、今のキャサリン可愛かったな、どう来るか、ムード引っ込めんちゃうかな、引っ込めへんかな、あーディフェンダー、これでダメージ入った方が怒り狂う使える、怒り狂うのダメージが上がるん で正解は多分攻撃せん方がいいよね、あれた一旦稼ぎたいって話だったら、ただ俺は、トップや、ビリーダマン
さよならビリーダマネ。で、ライチュー。カリクル。あれ？あ、さっきと同じミスした。エネルギーカード足りひんだ。じゃあ、ここはただの無駄死にかな。無駄なことしたら、まあまあいいやろ。ライチュー。かわいいな。ピカチュウもかわいいんだけど、ライチュウもなかなか、ビリダマ出しとくな。ウキドハマス。山札が24、サジチから7引いた24か。どうしようか。まさき。仮想通貨。ピカチュウめっちゃ出てくるな。これ10万ポイントってなんかあんのかな。半ってかマイナス。え？20ダメージ追加か。自分についてるエネルギーカードすべてブラッシュ。はあはあはあ。それやったら電光石火の方がいいね。前も言ったかな、ポケモンカードってポイント数の要素結構大きいんで、なかなか、同じデッキを組んでも勝敗が、同じくデッキを組めるんじゃないか。デッキを組んで、戦っても、ポイント数でさえ運の要素があるんで、結構楽しめる気がするんで、パソツ、あるいはあるな。ちょっと何につけたら、エネルギーが余って、って何つけたらいいのかちょっとわからんようになってるけど、トップか、トップ？失礼しました。ちょっと今おならをしてしまいました。電光石火呪文、電光石火で2ターン、まあ、裏だったらまあ次のターンは持って80か。あ、弱点か。そうかそうか。じゃあ別に裏でもよかったな。お、キャサリン倒した。おいは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 い。おう、負けてしまいましたです。うん。国際色豊かな GR だ。ストライク。悪い横にさ。この人がかわいいな、かわいいな。あ、この人影はこのエネルギーをこうどんどん集めるのにいいよね。コイル、コイルか。炎と水、炎と木って書いてあった。水か。炎、水、どっち行くかな。水行くか、炎行くか。水、炎、炎行こう。あ、炎やと、面白い。ヒデロー様。デッキを崩して、これはステップ4。こまめに消しとこうか。森のデッキは残しとこう。あ、間違えた。あかん。でもそん、まあまあ、そんな大したデッキではない。あ、その大したデッキではないんで、別に、デッキのデータが消えても、全然、いけるとは思うんやけど、作り直せるとは思うんやけどね。まあまあまあ。ケンタロス2体、2枚入れて、こっちか。エネルギーリムをもう1枚入れられるな。2枚。
ラスパワーで遠エネを3枚減らす。ファンタもこれ抜いとくか、形だけポイントみたいな。人影を、この人影強いよな、2にしとこうか。もう強くないか、こんな感じで。ケンタロスも結構活躍する場面が出てくると思うんやけど、シーラルタン強い、正しい。はあ、そうね、遊び方は人それぞれ。カードの交換、はあ、あ、悪いリザードン、はいはいはい、色あげるあげる、2枚持ってるから確か。このリザードは何リザードン、あ、ちょっと待った、あれ、お、同じか、まあまあいっか、いやいや、細かいことはまあ気にせずに裁縫を抜こうか。アンキー暴力はまあ使わん、アンキー暴力、それこそ、そうやな、それこそいらんな。じゃあ何を入れるかというと、まあ遠エネになるのかな、保存して、記録、マシーンの記録、最初のデッキ完敗できてしまったけど、あそこは、新しい料理、料理人か、チェス、あ、特に制限はないみたいね。ちょ、かわいいな、多分これ男の子やろ、かわいいらしい感じ。違った。違う方のケンタロス連れてきてしまった。あー、マジか。あんま言えない。俺が使いたかった怒りクルーじゃないケンタロス。モンスターボール。あ。これすごいな。マジか。中出るまで引き続けられるっていうのは超強い。まさきまた出るな、ふんだり蹴った無色2つ、人影、あ、ケンタロスにつけて炎をもらうでね、最後回収すると。ああ、いいな、これありやな。逆に言うとこれ途中でやめますってのができるので、まあ、50回、46回か47回出たら負けっちゃ負けよ。トップリザードが出されへんから、もらい火、もらい火ができるので、あ、あれ、これ違うニアスが出てきたってこと、え、どういうことや、そういうことかな。あー、なるほど、ここケンタロスもなかなか
ああ、ありかもしれんな。そう言われてみるとっていうのは。表なら10ダメ追加で、裏なら相手を入れ替える。あ、これ強いぞ、このケンタロス。こっちのケンタロス、ありやな。うん、ありあり。突風じゃないと、向こうがね、自由に選択できるのがあるけど。まあまあ、突風、半分突風みたいな。もらい火。つけるかな。このリザードですね、もらい火じゃなくて、1匹でも生きてたらもらい火じゃなくて全然いいかな。ん？これは今何言ったよ。どういう意味や。もらい火じゃなくてもいいかな。あ、まあ普通に炎エネルギーで札からつけて太陽あっていいか。飛びかかる。これウィンディーにしてくる感じやな。30、20か。ウィンディーにしてくるな。これトップ2枚あるんで、傷薬、配合エネルギー、傷薬の代わり、傷薬の半分に、ハーフ傷薬って考えると、何でも直しの方が、ハーフ何でも直しではないので、いいんかな。で、ニャースに変わるやろ。で、ニャースが無限ドローするやろ。俺、突風でガーディーを出してガーディーを倒そうか。そうやな、その方がいいんだ。ドローは好きなだけしてもらって。超エネルギー回収。で、このリザードは、あ、切り裂くリザード。ガーディー。ケンタロスすごい強いな。カラーの敵ってレスポンスが早いんでね、あえてこう考える時間みたいなのがないんで、あんのかな実際。あんのかもしれない、もしかしたら。表で、フィッシュと30ダメ入れる。サイドカードはパワーも残るけども、相手の光るのがいなくなるんで、ここで勝ち。はあはあ、いい感じやな。あれジェス口、あれ、あれマスク、マスクじゃない？違うんか？これナッシー入ってるんか？ナッシー、ナッシー。ゆうきちゃんの部屋。別に悪ではない感じがするな。遠いね。9個外して9個いる。9枚か。いや待てよ、違う違う、あれここも外すのか。炎入れまくりで記録はしません。博士2枚。ここで大木田博士使え、まあノエネルギー捨てちゃってもいいんやけど、つけれるとこまでつけてしまってもいいかな。でもさやな、控えポケモンがいいまま戦うのちょっと怖いから、まあ、ラッキーがいるとはいえ、ラッキーに4ターン炎エネルギーをつけ続けるかっていうと多分つけないんで、
2枚丸々無色に入れもない。おお、エネルギーリム見つけた。とりあえず外しとくか。どうどうトップ、これラッキーで戦えるかもしれんな。とりあえず丸々使ってみようか。このアンリキをこうどうしてくんのか。このエネをつけてね。パンチ、パンチか。あー結構きついな。それされるときついんで、エネルギーリムーブで外してしまうか。あれ俺引っかえポケモンいいんから捨て身使えへんよな。あーそうかそうか、きついなそれ。ポケモン交換おじさんじゃないんです。ポケモン交換おじさんじゃないんです。トップか。でこれって負けやもんね。どうしよう、使うしかないか。どうだ、とりあえず丸丸使おう。やばい、これ負けそうやな。出てくれ、なんかいいやつ。いいやつじゃなくてもいいわ。ワンリキ、ワンリキ交換おじさんでワンリキーを放出して、何を出すか。ケンタウロスやなこれは。ケンタウロスや、ケンタウロスじゃない、ケンタウロスや。このケンタウロス、ケンタウロスはなかなか使えるな。まるまるここで倒してしまったら出てきちゃうんで、ケンタロスの万全、あ、ケンタロスの準備してあげて、させてあげてか。悪いリザード引き出したいな。悪いリザード引き出して、あーそうやな、あかんな、これ、あかん、これた、どうぞ倒したら悪いリザードじゃなくて、もう一匹の方、何だっけあれ、出てくる、とりあえず出てくると、出てくるんで、そうするとラッキーが落とされて、ケンタロスのノーマルタイプなんで、落ちると、一発で。それはきつい。ケンタロス、そうね。リザード、あ、あそこワンリキ、そこワンリキか。悪いリザードンか、きついなそれ。悪いリザードン、ここつけるもんがないんで、このひたすら丸々をするしかないよね。突風で悪いリザードンを呼び出して、ステミタックルでなんとか、なんとかならんかな。え、マジか。36、悪いリザード80か。 HP80 ならいけるな。もう一回つけようか。丸々じゃなくてスティンタックル。あ、マジか、終わったな多分。あ、耐えた、あ、耐えたな。耐えたんやけど、これは全然、そう、エネルギー、
ところでやってしまうと次ワンリキでケンタウロスが、いや無理やなこれ、負けやな多分。ケンタウロスまた出てきた、またケンタウロス出てきたな。割とうまく使えるんかもしん、ワンリキ、ワンリキやめてくれ。あ、どうだ、あんまり賢くなかったなこれ。ケンタロスで技使っちゃうとワンリキが出てくるよね。で60入れられて、まあいいか、まあしょうがないしょうがない。ケンパン、あれあれ、またどう出てきた、マジか。弱点とかそんな気にならへんのかな。エネルギー2つつけな、あと1つつけなあかんから逃げて1つ減ったね多分、まあ、そういうことも考えてるのかな。ちょっと一回表出しときたいな。不動で次落ちるやろ、控えサイドカードが33で控えがこっち1枚なんで、おお、ああなるほど、ああなるほど、ああなるほど、賢い。裁縫、裁縫か、これって裏でも、いやそしたらワンリキ出てくるのか。あ、まあまあ、そうどう取ってきたら全然こう予想が外れてるっていうね。ワンリキにつけるエネルギーはないと、そんな感じかな。エネルギーがあんまり入ってないかもしれんな。勇気、勇気ってこれ男の子じゃん、男の子やん、名前女の子じゃないやん。今気づいた、なんか髪こうツインテールみたいにしてんのかなと思ったけど、ツインテールでもないんかな。踏んだり蹴ったり、表でサイドカード引いときたい、ありがたい。2つノーマル1つで続くやったっけ、間違ったかな。このエネルギー2つもしかして無駄、そうでもないか。サイドカードこっち1枚なんで、まあまあケンタロス2つ2枚いるんで多分負けはないとは思うんやけどな。リザード作ってしまうか。ちなみに俺の記憶があっても裁縫、うーん大丈夫、トイレ1つ続くはしっかりできるな。表で30、そうな、表30でいいか、入れ替えてもって感じやしな。逃げるんちゃう、あ、そうやな、キーカードがケンタロスに変わりつつあるな。これはリザードに変えて解放者でこれ落とせるんちゃうかな。オッケー、よっしゃ。みんな料理ができるとか料理が好きみたいな感じかな。こんな感じやね。オッケー、とりあえずは、また悪いリザルト、めっちゃ出てくるな。悪いブースター系通配合エネルギー、悪いキャドック、次は開けると、強いな。え、あれ誰、グランドマスターヒロコ、あれあんないたっけ。 EV4 枚、マジか。
これデッキを元に戻すと崩す。メール来てたな。ヒデロ、ちょっと待って。水ポケモンの攻撃は炎ポケモンの弱点にならない。炎でいっぱいだからと。なやそれ。まあまあいいでしょう。リザード。EV を4枚入れる。EV4 枚持ってなかったらどうするんやろ。EV、 あ、持ってるな。どの EV が強いか。砂かけ、砂かけやな。で、代わりに何を減らすか。腕力かな。でも腕力減らしたら遠いねっていらんよね。しません。あ、これは可愛い。普通に可愛い。サイホンか。美味しいアイスカフェラテが作れたら。お、イーブ弱点やからつつくで一発で落とせるな。どうしよう。今そんなこと言ってるけど、サイホーンがつつくできるようになるまでに進化、あ、普通に進化した。マジかー、マジかー。技使っといてよかったな。いやー、ネギつけて傷薬配合エネルギー、これを睨みつけるとしっかり使っといてよかった。まあ表になるか分からないけど、今回は表なので次ターン攻撃はなんとか避けられる。どっかで欲しいなあ。あ、そう、遠いねはあんのか。トップはトップは使い時ではなさそう。まあ、怒りに銃しか食らわんのも全然怖くはないかな。人影か。人影倒してしまうと次きついな。次きついんで、ブースター。つくで生き残られたらきついんで、とりあえず変えとこか。超エネビリムーネビリムーパソツートップイーブイやな。普通にサイドカード1枚引かしてもらおう。弱点なはずなんで進もうな。あ、2枚目トップ来たな。あ、これはちょっと痛いかもしれん。突風で外してしまうか。イーブ来たな。超エネルギーリムーブ。あー、そうやな。これでなんとか人影は倒せる。多分倒せるよね。え？鳴き声マイナス10。ただでもギリ倒せるよな。パソツ、あー、パソコン通信で
リザードが出てきて、リザードまで進化させると。このエネルギーがちょっと厳しいので、これどうしよう。ついつつくしたら怒りで40ダメージで落ちてしまうので、時間を稼ぐ意味でも、また変えようか、ポケモン。人影。あれ？これ次30ダメージ？違う？大丈夫かな？ 30 ダメージの人影じゃなかったかな、これ。あ、これ30ダメージの人影だ。あかん、失敗した。ラッキーで稼ぐか、時間。そうやな。稼ごうラッキーで。パソコン通信。リザードンを捨てに交換して、あ、そっか、2枚か。リザードンと何かを戻してリザードを引いてくるのもありっちゃありな気がするな。すぐ手札2枚で戻すってことは、エネルギーやったら戻せへん。いや、まあこのエネルギーやったらつけたいしね。これはエネルギーいこうか。入れて切り裂くで人影は倒せそう。こんだけエネルギーつけてるってことは、人影リザードリザードにするつもりってことやから、どうしよう。とりあえず倒させるか。いや、逃げよう。あ、違う、間違えた。あ、まあいいか。リザード俺、ちゃう、リザードやと思ってたけど、リザードじゃない。何やそれ。で、10のブースターか。怒り10ブースター。7巻をできれば乗せたくないな。一発で倒したい。ダメ巻を乗るんか。人影、こっちの人影じゃ強化しとくか。リザードン、そうやな、これ今回はもうリザードで片付けるか。リザードン、まあもう一体いるけど、多分引かへんのちゃうかな。解放者、あ、そうか、サイドガード1枚か、残り。助かったな、これ。負けました。ロケット弾の野望。スターミー、悪いゴルダック。なんか悪いゴルダックってカードに載ってた気がするな。使ったことはないけど、すごい印象に残ってる。悪いリザード、悪いユーミラ、あ、ケンタロス、これは。おー。ケンタロスデッキ作りたいな。ん？ひよこ帰ってきた。不甲斐ない。まあ、確かに。おー、プロモウィンディ。ウィンディ使いたいな。使うか。使うかな。いや、使わない。15ヒデロー様。お、これが炎が、火が強すぎて、水がね、弱点にならないとかいう。え、はんはんはん。ビルリッチ様の思い、まあ、ビルリッチって別に強くないん、強くないじゃなくて悪くない。いや、まあまあカード奪い取るって悪いんやけど、そんなに、どっちかって言うと俺もプレイヤーなんでね。あ、コネクションもまあまあせんことはないけど、特
殊ルールの説明は飛ばしちゃったんやけども、さっきも言った通りで溶岩がマグマ炎強すぎて水は弱点になりませんと。人影2枚、この人影がどう動いてくれるかやな。まあリザいかに早くリザードを引っ張ってこれるかなんで、これは無線光ミユリアン。ニータにつける、マジか。あ、え、これ今どういう意味がある、エネルギーで遊んだだけか。ニータにつけたやつを特技で人影に、特技人影に持ってくるって謎ムーブがあったんで、謎やな。先行なんで先制させてもらうこと。エネルギームーブがあるんで相手の、ここにいた、これエネルギー一つで攻撃してくるのかな。頼りないな。あー、エネルギーリムーブかな、使うかな。ちょっとなんかポケモンなんか出てくれ。ポニータは、ポケモン交換です。これはギャロップの雰囲気。あ、ギャロップ級、仕上がった。どうする？これ倒してしまってもいい？あ、ケンタロス来た。捕食につけて、これでポニータ落としてしまって、9個、あれ9個エネルギー1つ2つ1つで攻撃してくる。いや、こいやろな。あ、2つ赤が、あ、2つつくやん。相手プレイヤーはコインが投げる、裏が出たら次を相手プレイヤーの番の最初に俺だから。めっちゃ強っ。あ、めちゃ強やん。ちょっともう許されへん、剥がしていこう。一応人影は育てどこ、リザードのために。相手の手札ちょっと悪そうやな。機械が出てこ、あ、はいはい、でもこのエネルギーを乗せちゃうと、あ、しっかりあれな、このエネルギーをデッキに乗せちゃうとモンスターポケモン引く確率が下がるんで、機械ポケモン出せへんまま終わりますよと思ったけど、普通に全然問題なかった。マドワス引きたいな。マジか、マジか。これケンタロスに変えてバリューキューポンを下げた方がいいかもしれんけど、そうすると一ターン倒す、一ターン遅れるんで、キューポンがもしかしたら技をなんか使えるかもしれん、使ってくるかもしれんって考えると一生引けになっちゃうかもしかしたら。だけど次のターンで倒せるか、すげえな。もしエネルギーリムーブ全部剥がされてたら、手札なかったら一生引けへん。でもそうすると、そうすると敵の山札が減るでダメージ入らへんだけなんで、あ、全然問題はないか。尻尾で叩く、あ、傷薬配合、これで一旦延命、延命できたね。そこでリザードを引けるかと。あ、マジか。これはケンタロスにかかってるな。キーカードケンタロス、
あ、リビワラ、訂正しよう。リビワラがキーカード。いや、ケンタロスか。これ多分表を出すと、で、サイドカード引くと。よっしゃ。からは中途半端な控えポケモンを出すと、そいつにね、まあ、今ヒデロの話だけども、変わってしまうとワンパンとかでいっちゃうかもしれないんで、いやそんなことなさそうやな。エネルギーを剥がし、どうしよう、剥がした方がいいかな。煙幕、煙幕ちょっとだるいな。うん、だるい。ちょっと時間稼がれるな。しっかりエネルギーリムブで剥がしとくか。だからエビワラのスペシャルパンチをお願いするためにちょっと準備してるんでね。あ、しました。そうか、強いなこれ。夜の配信会、あい、アプーバーにつけるよね。そりゃそうやな。煙幕有能やな。優秀なカードや。これでスペシャルパンチビワラ出来上がった。超エネルギー回収。まあまあ今はいいか。マジか、これどんどん相手整ってくんな。スモーク、マジか。ドエンマークしといた方がいい気がする。いやでも10ダメージじゃ遅いんか。20で6で10、10、10って入る方がそらいいか。いやそんなこともないと思うけど、実際のところどうなの。でロコンに変えるやろ。運行ターン終わりでケンタロスがやられるやろ。スペシャルパンチ入るやろ。謎やな。勝てるかっていうとすごい微妙なラインな気がする。サイドカード3枚と、いやー多分いけるかな。サイフォン、これは超エネルギー回収の準備しといた方がいいな。遠いね。あれ、あ、間違えた。炎エネルギーを2つ失敗したな。じゃあジャブしか打ってへんな。いいでしょう。スペシャルパンチは投影に2つや。先生これは使ってる。ああ、ああ、え、これまで敵の惑わす全部裏で、成功してるな。いいんやけど、ジャブで細かく刻んでいけば、細かく決めていけば。サイドカード2枚なんで9本倒して次の、あ、ポニーでできた。これもスペシャルパンチを投影つけてね、お祝いしてやりたいけど、で、今9枚入ってんのかな、投影。あ、来たな。来たな。俺やったらどうするかな。俺がブーバー使ってたら、煙幕使うかスモック使うか。ただ煙幕の方がスモックやと裏やったらコインとして毒にならへんので、まあ、今回はなったけど煙幕の方が無難ちゃうかな。いやでも毒か。10、10、10って与えていくのは小さくはないよね。リザード、リザード2枚。サイフォン、サイフォンって遠いね。いるな。これはきつい。これはエビワラを下げさせられたとしても、下げさせられたとしてサイフォンが出てきても技が当てられないとか、技は使えない。これ結構ちょっとダメっぽいっていうか、ちょうどあれね、ちょうど倒すっていう。で毒でやられるんで計算がしっかりされて、
すごいね、コンピューター投影入れてくれ、頼む。あー出ない、睨みつける。そう、俺はなかなかコインには恵まれへん。コインの女神には恵まれる、恵まれるさや、恵まれるやな。うらうら、うわ毒決まった。これは俺が毒で死ぬか、それがさ死ぬのが先か、トエネが出るのが先かと。ラッキーか、ラッキー、そうラッキー、うーん作っとくしかないよね。え、こんなに外れる。で次スモック20で毒で落ちるんでラッキーよっていう。どうしよう、これはラッキーでなんか出てくれれば。今投影出た、丸々か、丸々はスモックもらうんかな、どうなんやろ。ちょっと多分もらうやろな。捨て身でプーバー落としたらサイドカードの残り1枚なんで勝ちやな。いやでもラッキーがもしダメージ食らってて80でラッキーも落ちる、80の反動でラッキーも落ちるようなことがあったら、あれ どうなるやろ。サイドカード0になるし、ポケモンフィードのポケモンも0になるし、どうなる、どうなる。あ、いや気づきすぎ、完璧やな。残り HP10 に対して80ダメージってなかなか、まあまああれやけど勝ちや。ギリギリ勝ったな。これはなかなか楽しかったっすね。いい戦いをできた気がする。ロケット弾の野望、あ、また悪い、偽置きとの逆襲。あ、偽置きとの逆襲ってなんかすげえな。眠れ手札を減らすのは割とありな気がするな。コイン、水のトイレへ向かうといい。はい、わかりました。じゃあ水のトイレ、デッキどうしようかな。多分水エネルギーを使ったデッキを作ることになるんやろうけど、メインはやっぱり、まあ、弱点ではあるけども炎でいこうかな。はいはい、でっかいダンジョン、あ、ランドとここで戦うわけか。ランドもパワーデッキ、ランド、これは男前なんかな。まあ、俺よりは明らかに男前ではあるけど、この世界では、まあ、野菜、この主人公の女の子は可愛い、ちょっとボイッシュな感じ。がまた、タイ EV、サイフォン、どうしよう。そっか、俺 EV 入れたままにしてんな。 EV あれ、なんで EV 入ってんの、なんでやろ。まあ、いっか。あ、ポケモン交換おじさんで帰ってしまったんだ。あれ、なんで俺 EV 入れてんだよ。保存、あれ保存、何が起きてんだよ。今は多分でも EV は出さずにポケモン交換おじさんで交換してしまうのが良かったかな。多分そうやな。無色、無
食にえねがポケモン交換おじさん、あパソ通で、あポケモン交換おじさん何を引っ張ってくるかやけど、エネルギーの具合でケンタロスの方がいいんちゃうかな。時間は活性化か。お、決まってた。遠エネが出る感じだったら、あーそうか、わざわざ使っている意味ないね。とか使えへんのか。遠エネが出たな。なんか裁縫つつくは次もしなんかエネルギーが出れば効かせられる。はい、そうね、これでもう一枚引いたな。つつく、これ弱点なはずなんで、イーブイ次抜いて何でよ、伊勢沖で博士入れようかな。手札が4枚になるように引くって、でも相手にと序盤に出えへんかったら相手に有利になりそうな感じもせんでもないな。次のターンでカルーラは落ちるけども、つけへんのか。子供の使い使うだけやもんね。ミキつけんでもいいか。そうせな、うん、おー来たな。早速1枚ケンタロス、ケンタロスが攻撃できるように仕上げていこう。遠いね出たな。シャワーズ、シャワーズ、あれ俺サイフォーンやられる、大丈夫かな。気合ダメ、倍、どうしよう。ポケモン入れ替えて、いやいやあかんあかん、トップ使っとこうか。ケンタロス、ケンタロスのこれ弱点じゃないかな。ノーマルで構成されてるんだな基本的に。それか EV を倒しといて進化させるのを止めるみたいな。今引いたんで、2倍気合ダメは無効化されたんちゃうかなと思うんで、そういうのがいいかな。あ30無効なされてるな、無効化。はいはい、弱点ではないな。そこ水、今回人影は出番はなさそうかな。遠いね3つで何するんやろ。あそこそこ、紙すくか、紙すく3つか、はい、ここはもうケンタロスでポケモン変えるか、ダメージプラスで落とすか。まあ表かな、結構表出るからね、このケンタロスと思ってか。エネルギーリムーブ、砂かけ、あいや、そうか、終わったな。で、エビバラに変えて、ジャブ。これ、砂掛け食らってないんで、エビバラ攻撃できると弱点で42回と。これは決まったな。メタモン。これは何使わないの、このメタモンは。アタック。ああ、なるほど。プラスパワー的な何かは俺は持ってないんで、弱点で40、ジャブ40で10な、10足りひん
から、まあまあ、次のターンやね。ジャブにつけとこうか。ジャブじゃない、スペシャルパンチに一応ね、メタモンが引いてなんか強いのが出てきたら、しっかり対応できるように。今のポケモンってエネルギー2つで60とか80とか普通に出せたりするから、あ、どういうこと、あー勝てへんって分かってるから、分かっててもそうか、あ、適当なプレイはしないと。そうやね。じゃあ俺も聖を持って、いや今の人影は炎をもらうの方だったんで、進化させずにエネルギー揃えた方が、引っ張ってきた方が良かったな。うん、失敗したな。パソコン大暴走、なんやこれ。あ、効果見えへんかった。EV がなんで入ってるか、そこ腕力外したからか。そのままにしてたよね。大きい動物。叩きつける挑戦状って、挑戦状なかなかファンキーやね。背置きが発生、加速、加速パワー、まさき4枚入れとこうか。投影を戻す、腕力はもう入れんでもいいかな。このカラカラ強いよな。こんな感じで記録しとくか。よし、じゃあデッキがこうリニューアルされたんで、あ、時間か。じゃあ今回は、時間いくらいなんでこの辺で、次は水の GR 棚トイレからスタートですと。ありがとうございました。おやすみなさい。